はい、ということで、ただ写真を撮るということのように見えるんですけれども、このテーマを決めて、時間を決めて、そしてエリアを決めて撮ったりすることによって、制限がある中でテーマを自由にこう歩き回るっていうことになると、その場所でお父さんお母さんと、それからご兄弟で撮るものが全然違ってくるのが一つの面白さになります。それは自分の何かを見る視点と他の人が何かを見る視点が違うっていう、お互いの違いっていうものを確認することができます。そして探す、そして観察するという力のきっかけになります。そして写真を選ぶ、選択するというのは、人生の中でもいろんな時に選択をする、迫られる瞬間というのはあると思いますので、この写真をたくさんいいものがある中から厳選して3つとか5枚とか選ぶっていう、その選ぶっていう視点もすごく重要になってきます。そして最後、質問をしてもらって答えるっていうことの中で、お話をする、考えを組み立てるとか、話しながら組み立てて答えるっていうことをするっていうのは、今後これから未来を生きていくお子さんたちにとってはとても大事な力になっていきますので、これを時々お休みの日にお散歩がてら撮影をするだけではなく、写メトークということで、このプログラムをお父さんお母さんお子さんたちと一緒にやってもらうとより楽しいと思いますので、ぜひご活用ください。